これはどういうわけか説明してよ。お父さん。お父さん？お嬢さんだったんですか？ボスの矢部。一人娘のお前が家を飛び出したんで、お父さんは心配で心配で、どこぞの悪い男に騙される前に連れ戻そうと。麻美はもう子供じゃないのよ。一人で自立していけるわ。二十歳にもならん娘に何ができるか。この探偵さんの秘書をやるのよ。はい。お前に秘書など務まらんわい。探偵さんも困っておられる。困る困る。それに麻美はもう探偵さんとエッチしちゃいましたの。なし。いや、俺は何も。娘をよろしく頼みます。